まずですね、前回のリープ54で、会場で廣瀬選手の参戦を、発表させていただいたんですけども、まあそこからですね、対戦相手を含め、いろいろと、マネージャーの方とお話をしておりました。まあ約1年8ヶ月ぶりということで、まあ試合感だったり含めていろいろと厳しい部分があるんじゃないかなっていうのはあったんですけども、本当にある意味このカードがすごくインパクトが、あると思ったものですから、まあ、最終的に、このカードになりました。まあ廣瀬選手に関しては僕シュート時代からですね、本当にいい選手だなと、もちろん日置選手、日本選手含め、数名、本当にこの選手はいい選手だなと思って、見ておった選手です。でもちろん SRC で北岡選手からベルトを奪取し、まあ、本当に存在感をアピールしたと思います。まあこれ格闘技ってすごく難しくてですね、勝負論がなければ格闘技って成り立たないと思います、勝つ気がない試合同士をやってももちろん緊張感も生まれないし勝たなきゃ意味がないと思うんですけども、ただですね、まあ自分でマッチメイク見ながら噛み合う噛み合わないっていうカードってどうしても出てくる中で、この2人のカードに関してはもう自信を持って、噛み合うだろうなって思いますし、今この日本の総合格闘技の中でも、本当にトップクラス夢のカードとして、誇れる、マッチメイクになったと思います。まあね、なかなか、まあ、これの週でもねたくさんお客さん入ってたし、なかなか今って本当に夢のカードってなかなか難しくてですね、そういった意味の中では本当にストライカー同士の、日本のトップのライト級の試合になるんじゃないかなと思っております。はい、まずは、1年8ヶ月ぶりの試合だった京都選手からコメント。はい、そうですね、まあ、1年8ヶ月ぶりに出るんですけど、まあ、一発目でこれかとまあちょっと考えたんですけどね、まあでもお客さんが見たいカードだろうなと思って俺はやろうと思いました。まあ今日本の格闘技があんまり元気がないんで、ここで菊野選手と戦って、まあ、日本の格闘技盛り上がればいいなと思って、の選手を全力で倒しに行きます。はい、では、ちょっと、なんか去年の10月、帯谷選手と防衛戦させてもらったんですけど、その時もすごいこう怖さと高揚感、ワクワク感があって、今その感覚ですね。本当に強くて気持ちのある選手だと思うし、怖いですし、楽しい試合になるな気持ちがします。はい、どうぞ。福田選手、はい、このオファー、この木野選手ということでオファーを受けたときはどういう気持ちだったんですか？そうですね、まあ俺1年8ヶ月ぶりだぞと思いましたそうだね、そうだね、いやでももう菊野選手強いんで、まあ俺もやってみたいっていうのは、まあ
ね、男だったら強い選手とやりたいと思うじゃないですか。だから今回受けました。まあまあ、その通りなんだけどね。ただ本当に一発目逆にインパクト、せっかく広瀬選手が出てくるっていう中ではやっぱりちょっと濁した形よりもやっぱりメインでみんなに伝わる出し方をしたかったなっていうのもあったんで、まあただ本当に強い選手なんで、まあどういう結果でようが、うん、これも始まりだと思いますんで、はい。まあ本当にぶっちゃけたら言うと、スタイル自体もうちのリングが一番合うんじゃないかなっていうスタイルなんで、はい。もう練習が再開できたのはどれぐらいだったんですか。練習ですか。まあちゃんとやられてるっていうのは今年の。3月ぐらいですかね。ちゃんと動けるっていうか、万全でやれるっていうか。実際あれですよ、6月の大会にっていう話もあったんですけど、途中でやっぱり間に合わないっていう、っていう形で、はい。だから本当にギリギリじゃないかって話です。スタロシンチャンプンというふうにも含めて刑事法則ね、はい、はい、などそういう含めて向井口さんということはどう思いますか。刑事法則のチャンピオンとして SRC のチャンピオンとして尊敬してますけど、ディープのチャンピオンとしてディープのリングで僕が負けるわけにはいかないんで、全力で返り討ちにします。どんな印象を持ってますか。打撃が強くて腰が重たい。そして、まあ、大晦日みたいに諦めない選手なんだなっていうのは、こうやってまた復帰してくるっていうのもすごい心のいろんな戦いだったと思います。まあ、今回また僕と試合してくれるってことで、そういう意味では本当に怖い選手だなと思います。で、自分が打撃で世界一になりたいと思っている、打撃のスタイルで世界一になりたいと思っているんで、打撃系の選手にはもう負けたら話にならないと自分で思っているんで、そういう意味でも絶対勝ちます。こうしたら、こっち行ったり。なんか、菊野選手の、体格対策みたいなのをされるんですか。まあ、でも、いないんでね、こういうスタイルの選手っていうのは。やっぱ、映像で見て、研究するしかないですよね。ロビア君って練習してるんですね。はい、やってます。ね、キメイクももちろんですけど、はい、タイトルもかかることになりました、はい、この辺はの気持ちと、あと広田選手の復帰戦で福野選手でタイトルマッチもっていうふうに言ったんですか。あのね、まあまあこんなご時世なんで、タランタの成績がどうのこうのって言って時代じゃないと思うんですよ。みたいに、いろんなやっぱり大会に出てくるし、メジャーだったりとか出てる中で、もちろん自分のところの中で、戦績作っていた選手、なんか挑戦者として出てくるのも分かるし、ただこの広田選手っていうのを決めた時点で実績だといろいろ考えたときに、それはもうタイトルしかないだろうっていう、
部分ですよね、僕は。はい。当然かなって思います。はい。タイトルマッチじゃなくてもよかったですけど、ね、いや、その菊田選手と、まあ、やれればそれでいいかな。菊田選手に勝ったら俺も復活っていう、みんなにアピールできるし、まあ、とりあえずそのベルトよりも菊田選手に勝ちたいですね。まあタイトルたくさん持ってる人ってこんな風になるんですよね。試合ではまあ、まあ、未完成というスタイルをしたじゃないですか。その後はどうですか。そうですね、もう日々迷いながら発見しながらやってますよ。もちろん進化してます、強くなってます。完成はまだまだ先ですけど、また進化した姿は見せれますので絶対楽しみにしていてください。その前回その空手の突き、今回も突きのスタイルでいいですか。もちろん突きも突き詰めてますし、全体としてその空手の動きを MMA に適応させるっていう練習は常にやってますので、うん、そうですね、もうだ結果で見てもらうしかないですね。どんだけ言っても伝わらないし、自分もちょっと試合じゃないと確認できないところがあるので、本気で当てないといけないし、強い相手じゃなくて意味がないし、なので、まあ、そうですね、結果で見て、菊野の空手がどうなったかっていうのを見てほしいですね。菊野選手は、前の試合みたいに菊野選手が突き下げてくれれば、嬉しいですか。いや、なんすかね、まあ、嬉しくはないです。強いと思ってるんで、まあ難しいっすよ。自分のパンチと比べて、まあやっぱやってみないと分かんないです。やるからには勝ちます。今からどこまで行きましたっけ。そうですね。鹿児島まで。まあ、ちょっと確認しますか、これ。空気感が見にくいんじゃないかな。まあでも、この復帰戦でやっぱり、先ほど言ったように、受けてくれた広瀬選手もそうだし、まあ、木野選手もいろんな思いがあるし、本当に今は誇れるトップの試合だと思いますので、はい。神より、ちょっと皆さんお願いいたします。はい。じゃあ、写真を撮って。